上が本日のご予定となります。巫女様、連日の式典続きでさすがにお疲れではありませんか？ええ、少し。間もなく植樹祭を行う大峡谷へ出発いたしますが、まだ少しだけ時間がございます。今のうちに休まれてはいかがでしょう。ええ、そうですね。いろいろとありがとうございます。あなたも休んでください。一旦下がってもらって結構ですよ。かしこまりました。もし準備がよろしいようでしたら、後ほど私に声をおかけください。わかりました。よろしくお願いします。続いて疲れたな。ちょっと周りを散歩でもしよっか。巫女様。
そろそろいい時間かな。出発しないと。オルガちゃんとサライちゃんも見当たらないけど。我々が植樹祭の見届け役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。二人ともなんだか調子狂うな。恐れながら巫女様の恩義はすでに大いなる始まりの大樹に捧げられたもの。そのようにあけすけな物言いは慎み、もっと堂々となさいますよう。本日は王族や臣民たちの目もございます。は、はい。巫女様には古の習わしにのっとり、ここから大峡谷の祠を目指していただきます。道中大きな危険はないと思いますが、もしお疲れの場合は一度お戻りください。私どもがここに待機しております。わかりました、ありがとう。祠へ到着されましたら植樹の儀を執り行っていただきます。とにかくまずは祠を目指して奥へとお進みください。それでは巫女様、植樹祭開始の宣言を。ええ、ダーナ、大いなる始まりの大樹を報じる巫女として天命を授かりし者なり。エタニアの常しえなる繁栄を祈念して、今まさにこの地の試練に臨まん。大樹よ、先達の巫女たちよ、我に力を貸し与えたまえ、今ここに植樹祭の開始を宣言する。お疲れ様でした。どうぞこのまま奥へお進みください。いよいよ試練の始まりです。ありがとう、行ってきます。はい。
いよいよですね。ダーナさんにはエタニアの未来の光景が見えるとのことですが。緊張して息が止まっちゃってたみたい。お前、いや、無事なら良いのだが。巫女様、無事に終わりましたでしょうか。ええ、滞りなく、とても美しい海の景色を見ることができました。まあ素敵ですね。穏やかなる海は平和と繁栄の象徴。巫女様の代もエタニアは安泰でございますね。ええ、あの光景、一体何だったんだろう。どうしてあんな。前方にアドル発見！それ全速前進！わっとっと、この私必殺のタックルをかわすなんて。この辺にしておけよ。やば、ドギだ。アドル、待ってね。
またどうぞ。そんじゃ見せてもらうぜ。おお、よくやったな。ほらよ。あの高い山を目指すのか。ただでさえ丘は苦手なんだがな。今さら何を言っているのです。シャキッとしなさい。ジョーちゃん、たくましくなったな。Yeah!
木の上に何か。おや、何かありますね。
何かあるか。しませんように。確かに迫力のある光景ですね。それにしてもこの木、高さにはビビっちまったが、拍子抜けなほどあっさり渡れたな。ま、大きく迂回しないで済んだし、よかったんじゃねえか。それは確かにそうですが、どうした。この大木のことですが、この木は大昔に絶滅して、今はどこにも生えていないはずなのです。古代種と同じってことか。
と。月島はひょっとしてヒーロカネの？ええ、大峡谷の近くに古い地層が隆起した場所がありまして、そこで採れるヒーロカネは純度が高くとても質がいいそうです。それを用いて作られた武器は粒子を圧倒できるほどの技物になるとか。そんなすごいもの余計にもらえないよ。いいえ、ダーナさん、受け取っていただかないと困ります。何せ特に小柄なダーナさんに合わせて打ってもらった特注品です。今さら返されても誰も使えませんし、私も困ってしまいます。ああ、ひどいな冗談です。本当は私の代わりにダーナさんのそばに置いてほしいのです。ダーナさんとのお別れが寂しいのは私も同じですから。あの思い切りの良さや途方もなく強い意志はどこから溢れてくるのやら。こうしているとその話し方や行動は私が知る問題児のままなのに。あ、話し方は直せってオルガちゃんに言われてるけど、そもそも無理してる気がしちゃってなかなか難しいかな。これから先何があったとしてもあなたはあなたらしくいてください。変わらないでいるというのはなかなか難しいかもしれませんが、それでもダーナさんにはずっとらしくいてほしいのです。サライちゃん？
前ら感謝しろ。魚が集まっていますね。よし、やるか。それ。よし、釣れたぞ。